ヘビちゃんです。トラちゃんです。カルちゃんです。さあ、合わせて、ヘビちゃん、トラちゃん、カルちゃん。2021年4月だ。リンゴ決算会、始めます。よろしくお願いします。どうでした4月？やっぱり、3月にね、リンゴ決算会をやったことによって、はい、考えやすくなりました、客とかも。そうですね、確かに、はい、それはすごい良かったな。より安定したような感じが、我々の、どういうキャラ？決算キャラ。あ、決算キャラ。もやらすじゃない？汚ね、汚ね、汚ね、決算出てるわ。決算出てる。なんか変な賛美じゃない。決算キャラだね。あ、でもまた、喉が枯れてました。あ、いいですね。だから3月とかですね、はい、やっぱその動画自体がやっぱ調子良くてですね、確かにもうかなり伸びたんで、はい、今月もやったろうと、なんなら毎月やったろうと、毎月やることによってファンの皆様と一緒にヘビちゃんトラちゃんというチャンネル伸ばしていく感覚で次につなげると、もう言うなら皆様株主ということでよろしいですか？まあそうですね、はい、もう株主総会的な感じで、そういうことですね、もう全てお見せしますと、はい、もうこんな見せてる人いないですよ。ケツの穴まで丸見えですわ。本当に、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず現状をまず明確にしていきたいと思います、はい、今、ヘビちゃん、トラちゃんにはいくらお金ありますか？ほう、あ、いくらじゃない、何リンゴありますか？あー、なるほど。預金じゃねえよ、よリンゴよ。全く関係ないよ、円とリンゴは。あ、全く関係ないですね。前回の経費合計が120リンゴ4月使った経費、うん、が 81.2 リンゴってことは120から 81.2 リンゴ引くと 38.8 リンゴ。じゃあこれが今ヘビちゃんトラちゃんの体力です。これは体力ある方ですか？ないですね。だって考えてみて、10人いる会社、じゃあ来月も頑張ろうって、うん、今会社にどのぐらいのリンゴがあるか、うん、38.8 リンゴあるよ、ちょっと不安ならない。俺の方が稼げんじゃねってなって。まあ今これ残ってるんで、まあまあ先々月とかはまあマイナスだったから、うん、そうだ、マイナス、ちょっと成長したと。いやってことで、じゃあ4月の周期で、これもまあ何回も言いますけども、 YouTube からの広告だけじゃなくて、まあいろんな案件代だったりとか、それこそネクステからの賞金、もう全部もういろんな部分をひっくるめたものなので、これが YouTube の収益ではないです。はい、287.5リンゴでした。おー、なるほど。ほう、これはどうですか？まあ、これは普通に高いですよ。だから先月がやっぱ高すぎただけで、そうですよね、今月も全然高いです。先月350リンとって、ね、そうです、そうです。あ、ちょっと確かに下がってはいる。今月リンゴ下がってるじゃないですか。で、見たんですよ、再生回数どんぐらいかと、はい、再生時間どれぐらいか、どっちも3月よりも回ってるんですよ。なるほどね。3月の方がたくさんもらえたのに、そうそう、再生回数と再生時間は4月の方が多い。多いんです。だから3月は豊作だったのな、リンゴが。まあそういう噂もありますね。そうね。3月はやっぱ実る、そのリンゴのシーズンなんで。なるほどね。収穫時期。収穫時期なんで。そうそう。実際にチャンネルとしての成長はこっちの方がしてる。めちゃめちゃすごい。皆さんのおかげでもあります。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いくらこれから支払っていくのかっていうのをちょっと明確にしていきますね。はい、まず人件費、前回言いましたけども 30% 使おうっていうふうに話をしましたけども、はい、それは OK ですか？はい、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 287.5リンゴの 30% は 0.2リンゴです、はい、まあ、前回からちょっとこれ一つ変わったことで、はい、まあ、前回から良くなったというと、これはその場から時々にお金を払わないのが気持ち悪い、多少作ってるみたいで嫌だということがあって、まあ、僕も多少のリンゴをいただくようになりました。まあ本当にカルビの その役員報酬に比べたら、もっとスズメのリンゴですよ。スズメのリンゴですけど、ただやっぱそれはあげることに意義があるなということで、それだけちょっと伝えたいと思います。だから僕はもうこっからは、ボランティアじゃないです。ということで 86.2 リンゴ使えるという中で決めましたね、実際に暮らしを。前回から、俺らの中で話をして、うん、3月よかったから、うん、その時の 30% これで固定でいこう。そうです、そうです、そうです。で、っていう話になりました。はい、で、これなんでかっていうと、要は、こいつらを食わせるために、はい、もう頑張るしかないっていう状況を僕らで作りましょう、はい、っていう話をして、これで固定にしました。はいはい、だから、鬼、10リンゴアップしてる。頑張ってるからね。まあ確かに。おみちゃんは。週3投稿をキープしだしたことによって、みんな疲弊しつつ。いや、そうそうそう。リンゴもらわないとできないよ。まあ確かに。で、僕も25リンゴ。はいはいはい。一応いただいてます。
これはやっぱ出演もそうだし、まあコンサルティングで、ね、で、A さんが22人ですね。まあ編集のエースですね。 A さんが15人、はいはい、これをバーッと足していくと87人ぐらいなんだね。87人ね、ちょっと足りなかったね。そうなんですよ。だからまあちょっと赤なんですね。まあでもこれはでも払うと決めたんで、はい、これはもう払いましょうということ で、 そうですね、まあ払ってくる、はい、そうすると残りが200.5、でここから経費が、はいはい、前回 40% にしましょうと、うん、はい、それは 40% でいいですか。はい、わかります。187.5リンゴの 40% で115リンゴ、これはじゃあプールしましょう。 86.25リンゴ、まあこれがいわゆるお二人で分けていただけるという金額になります。なるほど。でこれ二人で分けるとしたら43リンゴです。これが言いたいのは、相馬は言ってしまえば、エクステからの賞金もあります、うん、その分多分多くもらいたいっていう気持ちはあるから、まあもちろんあと編集もしてるんで、あ、そう、編集もさ、そうか、はい、今日、編集はノー編集で、ノー編集でやってます。出演だけだから、その割合とかを一生続けるとかじゃなくて、3ヶ月ごとに相談していこうみたいな。それも固定にしちゃうってことですね。割合を固定にしないと、毎回毎回だと計算性低い。あ、なるほどね。どう思います？いや、全然いいと思います。え、とかどうですか、実際こうやって固定になって、うん、おみと、ね、うん、A さん、B さんは、うん、まあ、生活かかってると、来月もこれはもう払うと、うん、決めて4月やってみて、どうですか今。あ、でもめちゃめちゃ楽ですね。楽なの、ね、僕としては楽です、はい、おー、それなんで楽の。いや、いちいち考えなくちゃいけないとか、あと僕の中でよぎるんですよ、これ少ないかな。で、今はもうこれ固定で、何かあったんですよ、3ヶ月後、うんうん、もう分かりやすいじゃないですか。はいはい。そうすると余分なこと考えなくていいんで、めちゃめちゃ楽です。なるほどね、はい、それはいいですね。はい。なんかいろいろ考えることがあると、脳の容量を使うじゃん、そこに。そうそう、それもちょっとかなり生産性落ちるかなと思って、うんうん、まあ、すっきりしてるのであれば、うん、それがいいかな。今日はなんか思うことがある。顔色を伺っちゃう。そう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 。それがね、皆さんのね、今から分かる。俺は特に休んでることが多かったんで、風通しも良くなったから言えるやん、うん、もう全部見ましたもん。そうはどんだけ風俗行ったかってかもしれない。毎日5万円を風俗で使うっていうのが僕目標なんです。だからまあ30日5万円分使えばいいから、150万、150リンゴ。いつから魔法解けた。でも多分リンゴ言ってた気がする。俺も多分風俗になっちゃうと、風俗ないリンゴでいけるはずないから、現金で考えてた。ここで決めちゃってこれまだ、まだ決まってないじゃないですか。確かに確かに。だからそう、まあ仕事を持ってこれる、はいはいはい、YouTube の収益以外からでも何かしらの稼ぎを作れる人たちなんです、うん、一応そこはエクちゃん、トラちゃんの敬意を表すということで、収益以外のお金の 50% はもらいましょう。あ、50% は会社にプールしようよ。うん、だったらいいんじゃない。なるほどね、うん、いいと思います。じゃあどうしますこれ。何にしようかな。ここはね、確かにこれめっちゃむずいですよ。毎回でも2人で話すんですよ。結構難航するよな。難航する。あ、じゃあ俺1個。あ、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 なるほど。あ、これはでも話早い。今日の動画の時撮れたの、2人の割合を決めるみたいな。こんな公開するの。すごいね。やばっ。さっき相馬が言ったのは、相馬が7のヘキョウ3で、ヘキョウが言ったのは相馬が 7.5 の 2.5 なんです。だったらこっちでいけば。いや、いいと思いますよ。野田さんで洗えるんですか。洗い。めっちゃ申し訳なさそう。2ぐらいで。ああ、なるほどね。自分の仕事量めちゃめちゃ少ないな。前回に言った時働いてなかったのよ。そう、正直一回一日も出てなくて、その時じゃあ平均に給料を払うのかどうか問題だったわけ。それはそうそうそう、この前話したおかげなの、まさに。なんだけど、なんかその案件とかもさ、こうプールするわけじゃん、ここの半分は。その時にもうここがね、家なわけよね、事務所である。で、事務所っていうのはやっぱみんながいるから存続するわけで、病気とかさ、怪我する時っていうのもカバーするのも事務所やん。言って壁王のね、顔があってできるじゃないですか。壁ちゃん、トラちゃんなわけですから、出演だけだとしても、まあ3話もらっていいのかなっていう。素晴らしいと思います。じゃあ壁王7、3でいいですか。荒い見たいだけやん。7、3とか出すのめっちゃすごい。やばいですね、これは。でも前代未聞じゃないですか、こんなね。これまあダメだったらカットしよう。いやいやいや、これ逆に絶対出したら面白いし、出したらおもろいと思う。じゃあ絶対おもろいです。政治法として相馬が7の、うん、で平均が3。前回さ、もうなんか平均がなんかその半々でもらってるみたいな感じで進んじゃったから、なんか平均もらいすぎだろみたいな。わかりますか、半々にしただけ。そう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 、本当にガチツッコミやめてほしい。そうそうそう、全部フィクションだからね、架空の話だよね。そう、デタラメ、数字細かいな。世界観作りでいくよ。今月は
YouTube で難しいのが、うん、来月めっちゃ早い可能性もあるし落ちる可能性もある、うん、だから半分プールしてくださいって言います。だから相馬が使えるお金は30リンゴ、リキュー使えるお金は13リンゴ。いやもう破産してますよ破産しても、そのヘキちゃんとらちゃんバンクがあるわけだよね。まあまあそうです、そのためにもなんかあったら、まあ、ヘキちゃんとらちゃんから貸すとかね、うん、こういうのを役員貸し付けてます。ってとなったら会社から借りれるのは俺らの特権ってことですよね。そういうことです。役員でいればね、俺もさっきまで思ったけど、うん、そのチャンネル伸びてねえわって思ってた、うん、ただ再生回数も再生時間も伸びてるんでチャンネル数は伸びてるから、うん、なんとも言えんけど、いやだから結局 YouTube さんの気まぐれなんですよね。あだから僕らっていうのは YouTube さんの子会社なわけですから、クリーンを目指して、クリーンを目指していきましょう。5月の収益の目標決めますか。はい、じゃあ5月の目標を決める前に、うん、4月失敗した分分かりやすいのは4月の動画伸びなかったベスト3でしょ。うわー、なるほど。それはもうベストなのか。それはバズはもうそういうコーナーに固定でしょ、これ固定でしょこれを見にこれで見てくれる人もいるかもしれない。そう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 、第3位はい出ました、今後のヘキちゃんトラちゃんについて。あー意外と伸びてないんじゃない。企業が入ってきてまともに初めて撮った動画だから結構濃い会話したと思うんだよ正直。これはもっと伸びるべき動画だと思ったんだけど硬かったかな。まあ単純に再生回数が低いということは、うん、サムネとタイトルが効果的ではなかったという、うん、確かにことなので、まあサムネ、まあ、見たりとかタイトル見て今後こういう風にしていきましょうっていう会話ができれば、うん、まあ、それは改善されるんじゃないかと。これこそさ、やっぱ視聴者のみんなとかさ、こういうタイトルしててよかったんじゃないか、確かにとかなるかもしれない。そこ書いてもらったらちょっとね、書いてそれぞれ、ね、ワースト3のタイトルを書いてほしい。こうしたらいいじゃん。そう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 、ね、多分ね、ワースト3って基本的にサムネとタイトルが悪かったよ。いくつも見たら揃える可能性もある。本当に平均もずっと言ってるけど、みんなで作ろう、みんなで作ろう鎌倉幕府。あっちゃこれは作れねえわ。で実際にね、これあのタイトルこっちの方がいいんじゃないっていうので、あいいじゃんってなったらガチャタイトル変える。いやいや俺らね実はみんな聞いてる人もいるんだけど俺の方がいいじゃんっての結構変えてるから。確かにね、変えた時によってあ俺もだっていうのでしめしめってこうニヤニヤしてもいいし、ニヤニヤしてていいね。タイトル職人か、歌劇職人みたいな、ね、そう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 実際はこの YouTuber とかでもそのタイトルとかサムネって自分だけで考えないで友達10人ぐらいのグループがあって、そこにサムネタイトルを何パターンか出してこうみんなに評価でやってもらっていいのを使うみたいな。自分であんま考えない。まあね、これ固まってくるしね。そう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 。俺らはもうこうやって動画で聞いちゃう。俺ら自分で考えるとこうなっちゃう。そう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 。タイトルなんて考えられないもん。今後タイトル解釈したら概要欄書いて。何々さんからタイトルこれ。いやそれもう完璧ハガキやん。ハガキのタイトルを表紙する。そうそうそう。しかもそれでなんとミリオン。タイトル僕3つ持ってます。ああそれマジですごいじゃん。すごいタイトル職人こっから跳ねる可能性ある。ぜひお願いします皆さん。お願いします、お願いします、お願いします。これ革命じゃない、革命だよみんなで上がってこうぜ。応募どしどしお願いね。何だった2がオフ会です。オフ会か、大体おもろいとは思うんだけどな。そんなにクリックしたら実際には面白いけど、クリックする気になれないっていう。これに関しては結構サムネとタイトルというよりかは企画がもしかしたら興味なかったかなって。でここに関して俺反省点は、うん、これ僕が発案したんですが、うん、ターゲットを設定しなかった、うん、誰を喜ばしたい、誰を楽しませたい動画なのか考えずに、うん、あこれはおもろいんじゃねっていうそれ一択で決めてしまった。4月のヘキちゃんトラちゃんがもう変わったところでもあるね、うん、確かに毎回必ずターゲットを選定して企画を考えるっていうのは今やってることです。ってことはもうそれ以降はねもうターゲット絞ってる、そんな滑ることないわけ。何なんその前のやつでしょ。高級ホテルあれあれバッチリターゲットしまったよ。俺らって高級ホテル普段やんないよね。やんないね。これもう絞っていったんだよ。絞っていったね、まあ、これ完全に狙いにいったやつだもんね、うん、ターゲットとしてはまあ高級さんって高級のイメージあるじゃないですか、はいはい、でなんかもう貧乏の二人に高級ホテル泊まらせてみたみたいなのは、うん、あちょっともしかしたらヒカルさんの視聴者は見たくなるんじゃないかなという話になってやりましたよ、はい、さあ4月一番再生された、これはなんか僕らがすごい楽しんでたと思うんですよ、この動画めちゃめちゃ楽しんでた。なんか僕らが楽しんで姿見たいと思った人はぜひ見てください。4月といえば一つだけ気になることがあって、はい、ミリオンがないんですよ。あー3月は小町兄弟、あれもミリオンで、あれもミリオンで、多分ヒカル君と一番最初にやったベースになる、まあ多分あれもうすぐ行きます。で、まあ、ケラヤマさんとやったやつも多分まあゆくゆく出ていくかなって、
っていう3本あって、それがないですか。ネガティブに聞こえるけど、逆にビデオがないのに再生回数3月が多いっていうのが、まあ、アメリカ値が上がってるっていう安定感ね。そう、安定してる。もちろん3月にミリオン行ったやつがまだ回ってるっていうのもあるんだよね、正直。だからもしかしたら5月が大変なことになってるかもしれない。しかも最近の企画会議はミリオン行くかどうかっていうのを選択肢に入れて企画会議やってる、ね、そうミリオン行く可能性があるのしかあげない。そう、もうそれしかやらない、うん、まあ確かにミリオン行くかっつったらなんないかな。まあ私考えたらね、うん、ミリオン狙えるかって言ったら全然絶対今後のヘキサンとかじゃどうでもいいじゃんちょっとだから俺らとこの辺って天狗だったから、そうそうね、あトーク見たいんでしょ、うん、みたいな、ちょっと、ね、ちょっとそこはほんとすいませんでした。はい、動画ではここないですけど、はいはい、まあこれはあのぶっちゃけカメラオフのところで持ってやる、まあ永遠やってるんで、永遠やってるんで逆にチャンスですね。これみんなとセッションすることで、うん、よりみんなが見たいものに出来上がるんだから、うん、セッションって言い始めたはい、ということで5月の動画終わりました。はいはい、これは何の目標にするかですよね。僕としては収益を目標にすべきじゃないと思ったんですよ。そうね、収益っていうのは結局その企業の人がどれだけお金出すかによって振り回されちゃうんで、ね、そうそうなんですよ。ってことはやっぱ僕はでも再生回数も重要だと思う。再生回数、はい、登録者数じゃないですかやっぱ。いやまあそれ、うん、このヘキサンたち100万人いったら喜ぶのはまあファンの方なんで、そうですね、だからそれは絶対追ってった方がいいって。シャントラーちゃんって100万いくことに意義があるチャンネルだと思うんですよ。っていうのも、やっぱ解散して、昔からいた人がオワコンになってきてるんですよ、本当に。面白いのにやっぱ落ちちゃうんですよ、やっぱ鮮度がないと。はいはいはい、そういう人って僕はすごいもったいないと思ってて、でも何かやり方変えることによって、その面白い人たちはやっぱ面白いから伸びるんだぞっていうのを僕らで成功例としてあげれれば、やっぱその人たちも力づけ、勇気づけられるし、やっぱもっと面白い人が残っていく YouTube になるのかなっていう意義があると思うんですよ。だからそこをまず自分たちで実践しなくちゃいけないなと思ってたし。帰り先系、そう、一人もいないね、今まで帰り咲いたでしょ。ないです、 YouTuber マジで一人もない。本当に落ちてからもう一回来てマジでない。昔より俺ももっとむずくなってると思って、なんか人数が増えてるから、そのいろんなジャンルの中でも若い子が増えてきて、うん、なった時にやっぱもう激戦ですよ。 YouTube 歴9年目でまた100万に帰り咲くっていうのはすごい意義があると思うし、二度触れるってむずい。いやむずい、見てるさ、正直俺らと同い年くらいのおじさんとかも俺元気づけられると思う。俺もやっちゃおっかなって、若くないけどもう一度俺も頑張ってみようかなっていう気持ちになると思うね。だからそういう意味でもやっぱおじさんの星になりたい。ちなみにまだそんなおじさんじゃないよ、一般で言うと30を超えたぐらいからが一番かっこよくなるわけ。そう、だからそこ出してこい、大人の格好です。そう、大人の格好です。いいじゃん、じさんとは言わせないよ、うん、おじぴね、おじぴ、おじぴおじぴが一番綺麗ね。おじぴにしよう。おじさんなんて言わせないよ、おじぴだよ。かっこいいことないから。じゃあ5月の目標を決めて、じゃあこの動画終わりにしましょう。じゃあ5月の目標再生回数はこれだから、本当当てはめなくて、企業とかで売り上げ 10% 増えたとかってすごいと思うんだけど、じゃあ 10% 増えて615万再生から、ね、80とかくらいいけばすごいのかどうなのか。すごいけど5月一発目の春服滑ってない。あー、待った。まあ、リアルなやつちょっとスタートダッシュ遅れてるんですよ。そうなった時にあれだけ滑って少しでも超えてたらすごいなと思うんですよ。 5% でもいいね、うん、3% でもいいと思う。3% だと630にしか、630万最初から、これ結構むずいと思ってて、でこれさっきも言ったんだけど、やっぱ3月伸びてる動画の余波が来てるわけ。確かにね、それがないわけ、4月の追い風が俺らには。次チャンネル登録者数52万2000人です。54万人リアルですね。リアルでしょ、リアルでちょっときつい、正直。でもあのこれ結構厳しいんですけど、普通にしてたら、ただ5月はちょっと重大な報告があるので、うわ、そこで、まぁ、あ、ちょっとブーストかけれるかなって意味も込めて、54万人で行きましょう。じゃあ、630万先生と54万人の登録者ですね。はい。これは、やりますか？やります！しゃーい！しゃーい！いやこれ、毎回やったらこれ結構気合いなんじゃない？気合入るね。うん。俺、自分たち言うのなんだけど、こんな米飯されちゃうんだよ、ないよ。こんなに公開する人いる？ないよ。もう本当に可愛くてしょうがないもん。